封印術が有効なうちはオルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切って勝ってください。 何が相手だろうがひるみはしねえよ。空の男ってのはそういうもんだ。ここで火傷するぞ。手を気をくれてやる。創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊の際、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。期待には応えるぜ。悲しみ、なしだ。少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は二度さんが一番望まないはず。だから、カムートは何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。リドク、君はリリスの標高の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕に思いと絆の尊さを、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら目には目をくな。ズリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。これは終末の光、破局をもたらす神の炎、死んだ万象の断りを超越する力を持って、今この場で空の全てを破壊するつもりか。それがお前の望むことなのか。違うだろ。一気に勝とう。でかいのいくぜ。全弾打ち尽くすぜ。ここだ。力の集積が止まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなブリアの元へ。それ、私がみんなを守ります。ルリアちゃんの、お願い、バハムート、答えて、引き返した。いいか。だがこれはボルタンを抑えます。その間にイドさんを。これはイド君そのものを核にして転入していたのか。威力はこの姿、人の身に破壊神を宿していない。したがって存在権の主従は未だ威力にある。であれば希望はあります。一体が分離している今、威力とオルタの霊的なつながりを立てれば。ロゼッタ、任せてちょうだい。ダビロー、中の俺に任せとけ。バリッシュピアース、団長、ここは任せて。たー、伝説のブレード決める。アブソリュートゼロ、いつまでもいじけてんじゃねえぞ。いいの、このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。素敵ですよ。
だと？これはオルタが存在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。空のためにかかるからに何もかも守ろうとしてるのか。お前だ、守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ、自分の本当の気持ちってやつを。とんどさあぜひ自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんです。自分までもない理想の井戸さん自身。じゃあ思い出せ井戸。この力でソラもルリアもお前たちも。この参加のアウターは、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート、核であり、よりしろとなる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。こいつを倒し、リリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに、シリア、焦りを感じないものも。俺たちは歴戦の貴公子だからな、どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。どうしたこの雰囲気なの。俺は感謝してるぜ団長と。お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じくだ。でも空を守るため必ず。私たちの旅はここで終わりません。うん、やっちまおうぜ相棒。団長、もっとみんなでまた旅の続きだ。決める、アブソリュートゼロ。そうする。さて、次に行こうか。
は偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は。やりました！